ぶカエルを折ります。まずこちらを半分に折ります。半分に折ります。袋を開いて三角に折りたたみます。裏返して同じように折りたたみます。こちらの辺とこちらの角を合わせて広げます。真ん中の部分に折り目をつけて、こちらの横はこちらの辺に合わせて折りたたみます。こちらの部分は内側に入れ込みます。反対側も同じように中に入れます。こちらの角を上に向けます。裏返します。先ほどと同じように折ります。こちらを1枚めくります。こちらの折り目に向かって折ります。こちらの角とこちらの角を合わせて折ります。真ん中で反対側に倒します。こちらの角をこちらの中心に合わせて折ります。戻します。こちらの部分を真ん中で折ります。これを半分に折ります。折り目をつけて戻します。同じように折ります。
ちらこちらで完成です。このように飛ばすことができます。